ザ様。琥珀、おじい様はどこに行ったの？申し訳ありません、テレサ様。内緒にしてほしいと司教様に頼まれました。テレサ様は支配の律者のコアを手に入れたのでしょう。ハイペリオンに持って帰るのはいかがでしょうか。もともとそのつもりだから言われるまでもないわ。ギュランダル、私と一緒に来る。しかし今は。もちろん私たちもハイペリオンまでお供しますよ、テレサ様。え？あら、リタも一緒に来るの？もちろんです。そうですね、オットー様のために尽力した時代はすでに終了したと、そう考えていただければと思います。今見えている未来においてあなたのために尽力させていただきます、テレサ様。それもオットー様の許可をいただいております。しかしリタ、何も言わずにヨルムンガンドの方から戻ってきてそんなことを。ああ、申し訳ございません、デュランダル様。秘密保持のためデュランダル様にご報告することはできませんでした。大主教様からいろいろと想定外のことを教えていただきました。歩きながら話しましょうか。わかった。私の番だね。マントが長くなったからちょっと慣れないや。テレサ様、デュランダル様、先ほどは驚かせてしまって申し訳ございません。リタも命令に従っていただけでしょう。情報共有の任務でヨルムンガンド本部に向かったんですよね。まさか主教様は途中であなたを呼び戻したんですか。その通りです。そういう任務は同行していた事務員に任せればいいと大主教様にそう言われました。少し違和感があります。自分の玉鋼の体を壊すだけでしたらそこまでする必要はないかと。おじい様は一体何を企んでいるのかしら。テレサ様、デュランダル様、大主教様は先ほど旅のお話をされましたね。ええ、カレン・カスラナを探すと言っていました。私が呼び戻された際に大主教様はそのお話をしていました。空の律者と第二の神の鍵に対する長期的な研究に少し前の世界の泡での実験を加え、彼はすでに唯一死んだものを生き返らせる方法を見つけたと。その件なら長光が教えてくれたわ。おじい様が辞任したのは過去に戻って聖女カレンと再会するためだって。長光様は大主教様の様々な計画の執行者です。彼女がそう推測したのも当然でしょう。ただ辻褄が合わないところがあるんですか。はい、とても。もし大主教様が一人で時間を逆転するという偉業を成し遂げられるのでしたら、今彼がしていることはあまりにも大げさではないかと思います。辞任を発表することも、律者コアの回収場所として旧本部を指定したことも、もう一人の彼を殺せと私に命令したことも、今までの大主教様の計画と比べると必要以上に目立っていて違和感を覚えます。それに私に殺せと命令した時こうおっしゃっていました。テレサが律者コアを回収した後、僕が話したことを全部彼女に教えるといい。だから余計違和感を覚えたのですね。普段の大主教様らしくありません。もし律者コアの回収と彼の旅が何の関係もないことでしたら、彼にとって比較的重要ではないことに必要以上の精神と表現欲求を出したことになります。確かにそうね。おじい様はいつも大げさに物事を進めるけど、肝心な時はコストや効率を重んじるタイプよ。つまりリタ、それは
律者コア回収の件と主教様の旅に何か密接な関係があるということですか。そういうふうに動かなければならないほど、そういった合理的な疑いを持った方が一番穏当だと私は思っております。何せ大主教様の旅は何を代価にしているか誰も知りませんから、もしカレン・カスラナを探すことが彼の人生を動かす確信の力でしたら、今まで彼が計画してきたことを考えないといけません。例えば空の律者、第二の神の神、2012年にデュランダル様と私がした探索も含めて。律者コアの研究をしているとき、その面にも気をつけるようにネゲントロピーの博士たちに伝えておくわ。けど今一番大事なのはやっぱり支配の律者のコアの処置よ。そして可能ならそれをうまく利用したいわ。確か律者コアを持つフカさん、キアナさん、それからブローニャさん、彼女たちは支配の律者の影響を受けましたね。ええ、いろいろあったけどようやくその律者コアを手に入れた。今こそそれらの一連の事件を終わらせる時よ。背中にある剣は少しも重くない。温かいよ。